アルバ人で使用されたモンショ章アルバ人は、モスクワ国家、ロシア帝国の建設した砦である。満州語では、ヤクサと呼ばれた。元は、現地のダウール族のアルバザの領地で、名称は、アルバザのロシア語の物主形容詞による。ロシアが極東へ進出した時期に、重要な前線拠点として機能した。現在は、跡地近くに、アムール州。 スコボロジノー地区に属する人口数百の小さなアルバジノー村が存在する。鳥の跡地は草地になっており、土塁の跡が残っている。また、敷地内には戦死者を弔う教会が建てられている。ヤクサは国立工場から北西1300キロの距離にあり、町の東には河口があった。ヤクサは満州語で崩れた川案という意味だった。 この頃は、ツングース系民族のエベンキ族の一派ソロン族、特にダウール族によって建てられた木造の町で、ウルムスタン村長のボムボゴール王子が治めていたと、されるが、モンゴルに遠征した父本体寺に逆らったため、平定された。アルバジントリデを攻撃する新軍17世紀、ロシアは、毛皮の入手などを図って、シベリアへと半島を拡大させていった。トボリスク、 マンガゼヤなど徐々に拠点を東方へ拡大し、1651年には、エロフェイ・ハバロフ率いるコサックの一派が、アムール川のあぜに、アルバジントリデを建設した。1655年からは、ニツェフォール・チェルニホーフスキが、現地の指揮を取るようになった。アルバジントリデは、中国では、中国的な石製の城壁と門を構えた、城塞として描いていることがあるが、実際には、 ロシア式の簡素な木製の砦であった。この地域が穀物生産が可能な地域であったため、ロシア農民の移住も見られた。一方、この地域へのロシア進出を警戒する清は、1659年にこれを攻撃し一旦は砦を破壊した。1665年に再建されたため、1685年に清は再び陥落させたが、ロシア側は、 ネルチンスクから軍事支援を得て、再度勢力を回復させた。1686年にも軍事衝突が起こるなど、両国の対立が続いたため、この地域の領有をめぐり、ネルチンスクで話し合いが行われた。その結果、1689年にネルチンスク条約が成立し、アルバ人を含むアムールが悪いは清に属することが確認された。同時に、 アルバジントリーでは取り壊されることで合意された。これにより、ロシアのアムール川方面への南下は困難となり、オホーツク港を経て、カムチャツカ半島方面への進出が強められることになった。1858年、真の弱体化が進むと、ロシアの間でアイコン条約が結ばれ、アムール川以北がロシア領に変更された。これによりアルバジンもロシアの統治下に置かれ、 新たにアムールコサックの拠点がかつての砦の近くに作られた。ありがとうございます。